はい、こんにちは、中作 TV です、今日もご視聴ありがとうございます。今日は、オーストリアの生活にかかる費用ということでお話ししたいと思います。はい、皆さん、ヨーロッパと聞いて税金が高かったりとか物価が高いっていったようなイメージがあるんじゃないかなと思いますが、これ国によって全然違うので、今日は、オーストリアの、僕の一人暮らしの会社員を例に生活費を説明したいと思います。はい、まず家賃ですね。家賃は10平米あたり100ユーロが相場と言われています。ちなみに僕の家は40平米弱の部屋なんですけれども、月々 1K で550ユーロほど、かかっております。はい、ちょっと割高になってるんですけれども、これは僕グラーツの、オーストリアで2番目に大きい都市に住んでるんですけど、そこのもう完全に都心の中に住んでいるので、ちょっと割高になってしまっています。ただ、多分東京と比べて同じような料金で倍以上の、スペースがあるので、かなり快適に過ごせています。はい、ちなみに、この550ユーロの中に、水道代だったりとか税金とかも、全て込み込みで入っていて、550ユーロのお金になっています。はい、続いて光熱費ですね。光熱費は電気代僕支払っているんですけど、僕はエナジーグラーツという電気会社と契約しています。だいたい月々40ユーロくらい支払っています。はい、続いて通信費ですね。通信費もこれ契約によって全然違うんですけれども、だいたい20ユーロから40ユーロぐらいが相場なんじゃないかなと思います。ちなみに、僕はアーアインズという、携帯通信会社と、契約してるんですけれども、月々だいたい28ユーロくらいですね。はい、でこれもちろん学割もあるので、留学生だともう少し安く、契約できるんじゃないかなと思います。はい、続いて、食費と、日用品ですね。日用品にかかるお金ですね。はい、これはあんまり日本と変わんないんじゃないかなと思います。はい、ただ、オーストリア消費税が高くて、20% かかるんですね。で、生活必需品であっても、10% かかってしまいます。はい、ですが全てタグついてるのは消税込みの価格で、税別税込みって概念がこっちあんまないので、あんまり消費税気にしたことがないです。続いて交通費ですね。グラーツが運営している、交通機関があるんですけども、まあ、バスとトラムと電車ですね。はい、これ日本と違って時間制で決まっています。例えば1時間使ったらいくら、3時間使ったらいくらみたいな感じになっています。はい、ちなみに、グラーツでは1時間あたり、2.5 ユーロ1日券で 5.5 ユーロになっています。はい、なので1日3回以上乗る人はワンデーチケット買った方がお得なんじゃないかなと思います。はい、でもちろん定期もありまして、1年間定期で僕は280ユーロでした。はい、でこれももちろん、学生料金あるんで、学生料金だとワンゼメスター、4ヶ月で95ユーロかかるらしいです。はい、ここグラーツなんですけど、ウィーンも大体同じような、価格帯なんじゃないかなと思います。ただしぶっちゃけ、グラーツでは、定期いらないですね。グラーツ街が小さいので、正直、自転車があれば全然問題ないです。続いて保険です。これ保険なんですけど、僕正直保険いくらかかってるか分かってなくて、というのも、給料から自動で引かれてるのであんまり気にしたことがないです。はい、ただ給料から所得税だったりとか、まあ、保険とかいろいろ税金が 50% 全部で抜かれるので、これは結構、大きいんじゃないかなと思います。学生も保険に入んないといけないんですけれども、学生だと月々60ユーロくらいっていうのを聞いたことあります。はい、続いて医療費ですね。医療費はこれは無料なんですね。はい、日本だと大体3割負担とかだと思うんですけど、オーストリアの医療費は無料になっています。これどういうシステムになってるかっていうと、この保険払ってると E カードっていう、日本でいう、保険証みたいなのもらえるんですけど、保険証 E カードを提示すると、支払いは基本的にはなしになります。続いて学費ですね。学費、大学生の学費なんですけど、だいたい年間で1500ユーロくらいから3000ユーロくらいと言われています。以上です。どうだったでしょうか。日本と比べてだいたい同じか、それよりも安いくらいで生活できるんじゃないかなと思います。はい、特に、留学生が、生活費気になるところだと思うんですけれども、オーストリアは学費も安いですし、留学生にかなり優しい国なんじゃないかなと個人的には思っています。はい、以上です。何か質問などあれば、コメント欄までお願いします。また、やる気アップにつながるので、チャンネル登録よろしくお願いします。
When I can't hold you tight, I'll see the stars.